ボストークヨーロッパはリトアニアの時計メーカーである。2004年にロシアの時計製造メーカー、ボストークとリトアニアの孤立社の合併会社によって設立された。ボストークは西ヨーロッパ市場への本格的な参入を開始した。スポーツシーンで多くのアスリートからも深い信頼を得ており、自転車レースのタイムキーパー、格闘技、モトクロスレースでのスポンサード、 ギリシャの特殊部隊や球場部隊などでも使用されている。それぞれの芯に合った時計モデル開発も行っている。ボストークヨーロッパの時計モデルのほとんどは200から300メートルの防水性を兼ねて備えている。防水規格は ISO2281 規格の国際標準仕様となっており、製造時に1本ずつ気圧テストを行っている。時計のガラスは 衝撃に強い厚さ 3mm の K1、クリスタルガラスを採用している。衝撃が加わると欠ける程度で粉々になりにくい。性質を持っているため、時計自体を守ることができる。夜間での視認性を上げるため昼夜を問わず、発光し続ける、T25H3 規格のマイクロガスライトを装備、されている。アンチャール、エクスペディション。 ルノホーとエネルギア等の腕時計コレクションを展開している。ボストークヨーロッパにはアンバサダーとしてリトアニア出身のエアロバティックパイロット選手のユルギス・カイリスがいる。他には2020年ナカールラリーに出場することが決定されており、アンバサダーの選手ベネディクタス・バナガスとセバスチャン・ロズワドフスキーが使用する車はトヨタハイラックス・ベネディクタス・バナガス・リミテッド・エディションであり、 車体にはボストークヨーロッパのロゴもプリントされている。この車は25台しか製造しておらず、その25台すべてのオーナーにリミテッドエディションのボストークヨーロッパウォッチも搭載されている。ありがとうございます。